先週上市のコンビニエンスストアに世界に3つしかない金の拳がお目見えしました。とても貴重だという金の拳、一体どんなものなんでしょうか。世界に3つです。めちゃめちゃ重いです。重厚な化粧箱から慎重に取り出されたのが金色に輝く拳のトロフィー。台座を含めた高さはおよそ30センチで、手の血管や筋、シワまで忠実に再現されています。この拳の持ち主が3階級制覇を成し遂げたプロボクサー井上尚弥選手です。幾多の相手をリングに沈めてきた井上選手の右の拳、それをかたどったこのトロフィーはブロンズ像を純金でコーティングした世界に3つしかない貴重な一品で、値段はなんと100万円。購入したのは上市のコンビニ岡林家屋店を経営する岡林千恵さんです。いろんな戦いして世界戦をやって、その自分の憧れてるボクサーなんで、その手がここにあると思うと、井上選手の大ファンで、その強さに憧れ2年前からボクシングを始めたという岡林さん。6月にトロフィーが発売されたことを知ると、すぐさま井上選手が所属する大橋ジムの会長と直接 SNS でやり取りを交わし、購入にこぎつけました。完売してまして、で、まあ、もうこれは縁がなかったなと思ってもう諦めたんですけど、後日大橋会長からキャンセルが出たってことで、取っておいてくれてるってことで、いやもうこれは神様が帰っていってるんだと思って。この日は岡林さんが通う黒潮ジムの小川隆二会長が手作りのミニチュアリングを持って駆けつけ、トロフィーを店頭に設置する作業が行われました。岡林さんが購入したトロフィーは実は1つではなく4つ。元世界チャンピオンの八重樫東さんや井上選手の弟拓磨選手など、ボクシングファンなら誰もが知る選手の拳がずらりと並びます。さすが会長。トロフィーが映えるように微調整をした後、特注のアクリルケースをかぶせて完成です。ケース、これすごいね。びっくりした。いや会長すごいね。別世界。ボクシングミュージアムのボクシングが聖地にできるかな。井上尚弥さんのチャンピオンの拳がここで実際に見えるんで、これはもう全国から多分見に来ると思います。完成した特設コーナーを感慨深げに見つめる岡林さん、店頭に設置したのにはある思いがありました。ボクシングに興味を持ってもらって、このもう井上尚弥さんの凄さっていうのをみんなに体感してほしいですね。自分はそのボクシング、井上尚弥さんの KO 集を見てボクシングを始めたんで、敷居が高いとか思わずにやってみたい、チャレンジしてみたいって思って、本当に軽い気持ちで構うので来てもらってやってもらいたいですね。上市に登場した小さなボクシングミュージアム、観光客を呼び寄せる新たな名所になるかもしれません。もうまさに憧れの存在、ね、自分がボクシング始めたきっかけですから、もうお金とかその全然関係ない、ね、気にしなかったんでしょうね。確かにですね。でも家北のコンビニにこの拳があるって不思議な感じがします、はい、ということで、まあ、やっぱ本当にファンにとってはたまらないものということですから、うん、やっぱりねあれが展示されてるってちょっと見に行こうってファンも多いのではないでしょうか ね。なんかご利益ありそう、はい、そうね、まさに拝みたくなっちゃいます。本当に拳こそが本当に神様の身体になっちゃってますもん ね。はい、これも